アリシーバとはアメリカ合衆国の競争馬である。2歳となった1986年にデビュー。同年は7戦1勝で、ブリーダーズカップジュベナイル3着が目立つ程度であった。3歳となった1987年はアメリカ三冠競争に駒を進め、ケンタッキーダービーが2勝目であったが、プリークネスステイクスも優勝し、三冠に大手をかけたが三冠。 最終戦のベルモントステークスはベッドトゥアイスの4着に終わった。ケンタッキーダービーの前走から騎手はクリス・マッキャロンが騎乗し続けた。その後、スーパーダービーを優勝し、ブリーダーズカップクラシックでは前年のケンタッキーダービー優勝馬であるファーディナンドと対戦。同競争創設4年目にして初のケンタッキーダービー馬対決となったが、ファーディナンドが優勝。 アリシーバは2着だった。同年は10戦3勝で、エクリプス賞最優秀3歳ボバを受賞した。コバとなった1988年は6戦未勝利に終わったファーディナンドとは、対照的に9戦7勝で、サンターニタハンディキャップやサンバーナーディのハンディキャップでは、ファーディナンドを下している。ブリーダーズカップクラシックでは、同年のケンタッキーダービーバが、頻馬のウィニングカラーズで、 ブリーダーズカップディスタフへ回ったこともあり、シーキングザゴールドを下して優勝した。獲得賞金は667万9242ドルに、達しアメリカの歴代賞金王となり引退した。同年はエクリプス少年度代表馬、最優秀小馬に輝いている。引退後は種ボ馬となり、当初はケンタッキー州のレンズエンドファーム、1999年に、 サウジアラビアに輸出されている。有力な後継種母馬がいない現状であるが、母の父では多くの活躍馬を排出していた。2008年10月からは、ケンタッキーホースパークにて予定を送っていたが、2009年3月27日に右五大腿骨を骨折し、安楽死の措置が取られた。1993年にアメリカ競馬伝道競馬専門 ブラッドホースによる20世紀のアメリカ名馬100選は第42位にランクされている。ありがとうございます。